西武バス、練馬営業所の車両を西武バス、練馬営業所、西武バス、練馬営業所は、東京都練馬区南田中に位置する、西武バスの営業所である。練馬区東部と杉並区北西部、都内発着の高速バスを、主に担当するほか、観光バスが配属されている。また、東京都道317号環状6号線を、経由して、池袋駅新宿駅を結ぶ路線。 小木久保駅界隈を発着する路線などが設定されている。車庫もよりの停留所は、都営バス、国際工業バスとの混同を避けるため、南田中車庫としている。営業所前には、関東バスの停留所があるが、こちらは南田中一丁目である。2007年3月18日より、上尺 G、高野台、新座営業所とともに IC カードシステムが、 一般路線に導入された。深夜急行バス、池袋小手差し線での扱いは、工述する。練馬営業所は1951年、大泉営業所に続く特内2番目の西武バス、営業所として、練馬区豊玉北に開設された。終戦直後の西武自動車発足時は、特内では、大泉、石町周辺で営業しているだけだったが、徐々に、 都心方面へ拡大され、特に都営バス、関東バスとの共同運行によると新直通路線の新設に力が注がれた。このうちねり営業所が担当した路線はで、丸山線、大久保線は関東バスを加えた三者共同運行だった。都心直通路線以外では、1949年から1954年にかけて、成増線、いよぎ線、さぎの急線のような、 現行路線の基礎となる区間を含んだ路線が開業した。また、車種と当時の自治資料で若干記載内容が異なるが、同じ頃に池袋駅から江原町、中野通りを経由して、荒井役市方面に向かう路線を池袋線として開業している。1955年には山手通りの開通に伴う路線免許の競り願いに対して西部に免許が下ったため、 中井線の運行が開始された。1959年にかけては、新宿線、聖地線などが相次いで新設され、新宿、池袋を発着する路線が強化されていく。1960年代に入ると、練馬区内では宅地化の進行と同時に、道路も整備されていき、練馬駅とこれらを結ぶ路線が数多く新設される。北町の都営住宅には、 北町線が南部の豊玉、中村地区でも練馬先の宮線、練馬循環線が開通、矢原地区には練馬となりますを結ぶ2番目の路線として矢原線が運行を開始した。1965年には東京都道318号環状7号線の開通に伴う路線免許の競り願いに対して今度は数社に免許が下り、西部は 公園寺線の運行を開始した。これについて写真には、公園寺駅練馬駅線が開業したとあるが、1969年の路線図によればこの路線は出入庫で、本線は池袋駅公園寺駅となっている。このように、新路線の開通が相次ぎ、営業所が手狭になったことから、1968年に営業所を現在の南田中に移転した。 移転に伴い、新橋線が大泉営業所に移管されるなど、若干の路線調整があった。この時代になると、交通量の増加によってバスは、定時運行ができなくなり、路線の整理も行われるようになった。特に、練馬営業所は、他社が営業基盤を持つ地域に後から参入した路線が多かったため、運行が維持できずに、路線単位で廃止されたものも少なくない。 都心直通路線は、最終的に、丸山線と大久保線を担当していたが、前者は1969年、後者は1971年に廃止された。また、1960年代半ば頃から1970年代後半にかけて、新宿線、聖地線、練馬先の宮線、練馬循環線、池袋線、公園寺線などの路線が次々に廃止され、 西武バスは中野区内に路線をほとんど持たなくなった。いよぎ線は、いよ駅としまえんが短縮され、なります線と北町線は、練馬駅西側の踏切渋滞を避けるために、としまえん発着となり、さらに北町線は、平和大駅が開業したことによって乗客が減少し、1984年に廃止された。この年には、グランドハイツアート地に、 光が丘団地が完成したのに伴い、団地となります。豊島園を結ぶ、光が丘団地線の運行が開始され、町が成熟するにつれ主力路線となった。翌年には他社に先駆けて高速バス、東京新潟線が開業され、想定以上の収益を上げたことから路線網が拡張。練馬営業所は、その運行を担うこととなった。1990年代は、 都営地下鉄12号線の開通で路線の整理も実施されたが、2000年には都営地下鉄大江戸線に接続する都市田循環線のような新路線も開業している。2011年5月16日には高野台営業所が統合され、石地循環線、石寺成松線、石地小木久保線が移管された。一方、西部観光バス。 練馬営業所の機能は高野台営業所後に移転する。また時期を同じくして路線バスの LED 行き先表示機の系統番号表示が四角枠内に頭文字と番号が上下均等に表示する書式から系統番号と行き先を縦棒で区切り番号を大きく表示する書式へ変更された。なお、2015年3月下旬からは従来の LED を改造して 新たに路線バス用に開発されたカラー LED 方向表示車が上尺 G、滝山、新座等と共に出場、運用に入っている。路線名称は西部バスでの故障によった。米軍グラントハイツアート地に建設された光が丘団地の入居開始にあたり、関係者の協議で西部バスが東部東上線に、国際工業バスが A 団地下鉄有楽町線に、 それぞれ連絡する路線を開設することが決定した。これを受けて1984年4月28日に開通したもので、当初は豊か12.13だったが、開通から2年を経て、成増川からの光が丘山頂目までの折り返し便として、豊か12-2が新設された。1987年に大型商業施設、光が丘今が完成すると、 光が丘井間を経由する豊16都八原2丁目を経て、練馬駅に至るレイン44が新設された。この時点では、成増駅南口のロータリーが整備されておらず、整備が完了した1991年4月1日に、全便が成増駅南口発着となるまで、朝と夜は成、成増駅儀、営団成松駅発で、日中は、 川越街道場の成増町が終点だった。その後、暫定開業した、都営地下鉄12号線との並行区間のある豊12、が廃止、日本大学医学部附属練馬光が丘病院の、会員による豊16の同病院乗り入れ、及び、団地の南側を経て病院に至る豊17の、新設が実施された。1997年12月に、 都営地下鉄12号線が1997年12月19日に新宿まで延伸すると地下鉄への接続強化と光が丘3丁目折り返し場が廃止されたことにより1998年4月に豊15を光が丘駅へ乗り入れて光31に豊か17を光が丘駅へ立ち寄るように変更して光32とすることにしたただし 光32は2012年4月1日に廃止された。ここまでに開設された系統は練馬駅発着便を除き、すべて系統番号に豊かの文字を冠していた。これは開通当初の本線である豊十二の起点、豊島園を示すもので、この記号を支線に相当する系統にも使用していたため、当線における豊か系統は以下の通り、豊十廃止以降は、 改正を機に、これを他の駅を示す記号で置き換えるようになり、1994年の練馬高野大駅開業による改正、1998年の光が丘駅乗り入れ改正を経て、現在、豊かという記号は消滅。光が丘団地への路線はこれ以外にも、基地60が吉祥上寺駅なります町光が丘今光が丘3丁目の路線で運行していたが、 光が丘3丁目を折り返し場の廃止及び成増を通し利用する乗客の減少により1998年4月に成増町光が丘3丁目が短縮された2012年4月1日のダイヤ会正これにより光が丘駅西部池袋線の駅の間の連絡強化を図っている2020年3月1日連絡会1.02 深夜バスの練馬高野台駅、南田駐車工業の経路が変更され、光が丘駅停留所には乗り入れなくなった。1984年4月28日の光が丘、団地線開業時に都営地下鉄12号線が開通するまでとの条件で、折り返し場の土地が練馬区から西武バスに貸し出され、開設されたものである。 都営地下鉄12号線は1991年に光が丘練馬が暫定開業したが、この時は地下鉄への乗客の転移は少なく、バスの運行に大きな影響はないと判断され、貸し出しは継続した。1997年12月の新宿延伸開業によって利便性が向上したため、この年の年度末にあたる1998年3月31日を、 最後に折り返し場土地は練馬区へ変換されて折り返し場は廃止。光が丘3丁目発着路線は廃止、または成りますまで短縮された。跡地は現在夏の雲公園の一部になっている。2002年3月16日に光が丘と土田地区の連絡強化を目的に開通した短距離の循環路線。開業時は日ディエッセでの運行であった。 開業の2ヶ月後には国際工業バスが本数を上乗せする形で参入し、両社の共同運行となったが、本数は西部の方が多い。なお、両社とも車両への系統番号表示は行っていない。レンダカレーさんは2003年12月16日に光20から2の入庫改層を営業運転する形で運行を開始したもので。 当初は南田駐車庫行きの一方向運行であったが、2012年4月1日のダイヤ改正で南田駐車庫発も設定された。練馬駅北口ロータリーから千川通りを豊玉北六丁目交差点で目白通りに右折し、精神。中村橋駅入口付近で新古道に入り、練馬総合体育館付近で目白通りに出て、矢原交差点を右折し、 土田交番まで北上。右への急道を通り、埼玉県は甲子市白子をかすめて、朝日町から右に曲がった後、左回りで川越街道上の終点なります町に至る。本線は四十42たはすべて出入庫。1991年4月の団地線、成増線の成増駅、南口ロータリー乗り入れまでは、連四42の内朝の6便が、成増駅、 南口行きで運行されていた。また、1987年4月から1994年12月は、日中に限りレン42とレン44が交互運行されたが、現在はレン44が廃止になり、元の運行になっている。都営地下鉄12号線工事の際は、成増発のレン42.44の一部が、練馬駅前通り止まりとなったが、現在は、 全便練馬駅北口まで運行される。連四41、連四42系統は、練馬駅北口や原2丁目は連四48系統と、ほぼ並走する。また、練馬駅から、西方向へ進路を取る他社の系統とは異なり、上下運行経路ともに目白通り上の、練馬区役所前停留所は経由していない。西武バスレーン47系統は、 練馬かす町駅まで国際工業バスと並走をする。出入庫系統の連43系統は練馬駅付近と南田駐車庫間を千川通り経由でストレートに結ぶ。以前は営業便数が少なく、かつランダムな運行で、回送便の方が多かった。近年では西武鉄道池袋線の自己不通時に非常に混雑したり、車庫の存在する南田中地区から駅が遠いので、 一時間に2から3本程度の営業便が設定され、一部は専門のダイヤで運行されている便もある。他に、練馬駅北口の奇襲店の便の出入庫便も一部、営業される便を増便した。練馬駅から、田原地区、下赤塚駅を通り、成増駅まで南北に結ぶ。現存する東営業所管内の路線では、最古で1950年10月10日に開通した。 池袋駅東口から目白通り、練馬駅を経て成りますまでの直通便が存在したが、渋滞の悪化に伴う長距離バス需要の低下によって1960年代に廃止され、1970年代に入ると西武池袋線、豊島線の踏切渋滞を避ける形で、豊島円以南が廃止された。これにより、以後の成ります線は、豊か11-2として、 朝夕に、練馬駅発着便を若干走らせていた時期を除き、長らく、豊島園なります間の運行に徹することとなった。2003年4月1日、西武池袋線、豊島線の高架化により踏切渋滞が解消され、練馬駅、北口ロータリーも完成したことにより、同駅周辺の交通状況が大幅に改善された。同時に、都営バスの豊島園操車場を出自とする。 豊島マ駅ロータリーが廃止されて再び、ネリーマ駅への乗り入れを行うこととなり、ネリーマ駅豊島マが延伸され、系統番号がレイン46、レイン47へ変更された。この改正時にレイン46.47とともに、方向幕ではオレンジ位置に白抜きの文字で記載されるようになり、異なる経路で運行されるレイン42との区別をし、 利用客に分かりやすいサービス提供を行った。なお、この改正直前の系統は次の通りであり、これらは、豊島園を奇襲点とする最後の系統であった。豊島園の折り返し場の跡地には、ユナイテッドシネマと島園が建った。このうち、豊か0と豊14は1984人の光が丘、団地線開業と同時に設定された。改正により、豊か1は、 延伸でレイン46に、豊かレ級はレイン43に統合される形で廃止された。現在、当線の出入庫はレイン43で行われる。2013年4月1日より、都営バス進行62系統の大幅、減便と同時に、同一ルートの代替路線として新設された。1973年以前、宿62系統を都営バスと共通運行であり、 東映業所で担当していたので、一部復活のようなものである。宿62当時は、都営、西部とも、系統番号が同じで、共通定期券、回数券の発売もされていたが、新行62トレン48の間では、行われなかった。その後、新港62系統は2013年10月1日に、廃止となり、西部の単独運行路線となった。 2016年4月1日から、練馬駅付近の経路が、千川通り経由となり、練馬区役所と練馬駅通りの両停留所を廃止した。2020年3月1日、区間運行便設定を含む、ダイヤ改正が行われた。高速路線の増強により、敷地が手狭になったため、石寺公園駅関連の系統は、上石寺営業所に関されたが、沖義1だけは、 練馬営業所が引き続き担当することになった。その後、小木11も2004年1月16日に、練馬へ再移管され、それらの出入庫として、石21が新設された。東京都道311号環状8号線、笹目通りの練馬地区延伸開通、立体交差による工事が進み、情報調査でのデータを検討した結果、2007年7月16日に、 小木17を新設した。旧早稲田通りの境外道路を走行して、石神公園駅に発着するバスとは別に、よりダイレクトに、西武池袋線と JR 中央線を結ぶバスを走らせてほしい、とのアンケート結果からの新設である。ただ、現時点では、発便、終便ともに、ラッシュ時ピークの需要とはややかけ離れた時間帯での運行となっている。おぎ17新設に伴い、 小木11と石21は減便され、小木11は、おおむね1時間あたり1から2本程度の運行に改定されている。また、共同運行の関東バスが、石神井公園駅まで顔を出すのは、発便から14時前後までとなっている。小木12については、西武担当の出入港を兼ねたもののみ南田駐車庫までの運行であったが、 2008年5月頃から車庫の向かいの育英高線跡地にできたグランドメゾン杉並シーズンの開発により乗降客数が増え増発要請もあったことから西部が担当する半数以上が南が駐車庫発着となったただし伊予木駅行きの延長の形であることと関東バスとの共通運行を考慮しこの路線のみ当初は伊予木駅に入るこのため 小ぎ11.17よりも若干遠回りになっていた。2010年3月6日のダイヤ改正で、南田駐車庫出入庫便は小木12から1と独立し、また、南田駐車庫行き入庫便は、小お駅には入らなくなった。同改正では、平日のみ、南田駐車庫行き、深夜バスが新設されている。共愛区間の見通しの悪い道路地点には、 関東バスも合わせて車両誘導員が業務に当たっており円滑な運行や自己防止に貢献している。西武百貨店を発車西武百貨店と新宿駅を目白駅、中井駅、東中野駅経由で結ぶ。西武の一般路線において最東端を走るほか池袋駅、新宿駅両方へ乗り入れる路線は本系統のみで宿20から1は出荷路線である。 前述のように、1955年の山手通り開通に伴う路線新設の検討が数社によって行われ、この路線を新設するために必要な免許の競り願いが実施されたところ、西部に免許が下ったため、中井線として運行が開始された。東路線では、池袋駅東口の停留所名を西部百貨店としているのが特徴である。 2008年2月16日の改正で、宿20は従来の半数以下まで減便されたほか、連45が廃止されたため、23区内を走る西部の一般路線では、他路線と接続しない唯一孤立した路線となった。かつては、1997年まで中落合新宿駅を並走する都営バス宿62系統との共通乗車券取り扱いが行っていた。 宿62の短縮後、同系統との並走区間である山手通りを南北に走行し、都営地下鉄大江戸線と完全な並走区間に加え、山手通りで行われていた首都高中央環状新宿線の工事影響による利用客の一層は否めず、前日の運行本数限界へとつながった。ただし、2012年9月16日のダイヤ改正で、出入庫路線かつ、 系統番号を無表示だった中落合新宿駅西口の区間便を宿20から2として、系統番号を与え、同時に東中野駅新宿駅西口折り返し便の宿20から3を新設した。このため、新宿駅西口から東中野駅方面は事実上周バスを繰り下げた形となっていた。また、新宿駅西口発、 中落合港の最終便は深夜バスとなり、平日だけでなく、土曜、休日も運行。しかし、2013年12月16日改正で、宿20から3と深夜バスの運行を終了し就車を繰り上げることになった。さらに2021年2月1日のダイヤ改正で、平日ダイヤは運転本数が削減され、午前中で運行終了となる。 2020年2月17日から2月21日の日中便においてコインレスバスの実証実験が行われた。開設から長期間を釈寺公園駅南口発着としており、処位、開かずの踏切通過を上下線ともに余儀なくされていた。現在は釈寺公園駅ビク2強、成増駅南口間で国際工業バスと共同運行を行っており、 時刻表もまとめられているが、かつては同じ系統番号の意思に系統も、停留所ポールも別で、運転間隔も揃えておらず、時刻表もそれぞれ別掲示であり無駄な団子運転の時もあるなどしていた。しかし、近年はおのおの揃えられ、時刻表も同じプリントになり、西武司令一、西武指令2、国際席令2、国際席令3、西武指令4、国際像16の、 各系統が、運行間隔などが揃えられサービスアップとなった。2005年の高野台営業所開設時に、上石寺から高野台に移管。その後2011年5月16日に、練馬に再担当となった。高野台移管と同時に、入出庫便の石霊4が新設された。都市第一丁目、営業所は改装されるが、営業所と石寺以降園駅北口を改装するものが、多い。 一指令2と国際工業の一指さ3は、成増方面域が、石寺井庁舎前経由で運行されていたが、2004年11月12日の改正で、西部全便が下屋式経由に変更。国際工業は改正後も石寺井庁舎前経由便を、平日は左右ラッシュ時以外で運行していたが、次第に休日も含めて、日中も下屋式経由便が設定されるなどいくつかの、 変更を重ね、石井庁舎前経由便は、始発1便のみとなった後、2010年12月1日に廃止された。国際工業では、石霊ににおいて深夜バスが運行されている。小木久保駅から、上井草駅経由で、石井公園駅へ向かう。小木久保駅 JA 東京青葉間は、上石井営業所の小木15と一部で重複するが、小木15が、 法務局杉並市長所経由なのに対し、こちらは小木18を除いて、小木久保警察を経由する。小木14系統が開設されてから1996年頃までは、練馬営業所所管だったが、上社婦営業所所管を経て2005年10月16日に、高野台営業所へ移管された。2011年5月16日に、練馬営業所に復帰した。 上石寺時代は出入庫として、石寺公園駅から西武車庫までの直通便が営業していたが、高野大移管に伴い廃止され、代わりに区間便である石2二と小木13が新設された。小木13は朝の小木久保方面のみ運行していたが、その後往復運行となり、2009年9月1日には、神草駅駅深夜バスが新設された。 この深夜バスは2013年4月1日より、石神井公園駅まで延長となった。石22は、井草通りから改層として、新大梅街道から千川通りを通って車庫に向かっていたが、2014年10月16日より、上井草駅入り口まで延長となり、ここから改層として千川通りを通って車庫に向かうようになった。また、この日より、上駅、 入口駅新屋バスが新設された。小木18は、小木久保駅から上江草駅の南側を循環運行する路線で、2011年4月1日に新設された。なお、小木18の出入庫は一部小木久保駅まで改装、もしくは小木12の位置で行われる。原則として、小木14は大型車、小木18は中型車で運用される。 深夜の池袋駅にて客扱い中平日の西部、池袋先週電後に運行している。元は池袋駅から光が丘経由で、宝屋駅に至る深夜中距離路線と池袋駅から小手差し駅へ行く深夜急行を一本化したものである。現在は池袋駅東口25時30分発の小手差し駅行きのみだが、2011年7月までは、 池袋駅東口25時15分発と25時30分発があり、金曜日の清瀬駅行きは小手差し駅まで延長されていた。乗車は池袋駅のみで、運賃は乗車時に行き先を告げ、現金もしくは一部 IC カードを除いた、パスもスイカ等の交通系、IC カードでの支払いとなる。1日乗車券、回数券、バス共通カードでの支払いはできない。 高速車両ネルマが担当する高速路線は以下の各線である。単独記事がある路線については、ここでは省述しない。大営業所に移管した線曲線、ビワ湖ドリーム号、賭場線、南紀勝浦線については、各記事を参照。停留所名称は廃止当時の名称とする。関東の利愛自動車の新宿線をベースに、1948年に、 都営と関東の二社局共同で開設。直後に西武自動車が参入した。都電第三次撤去と同時の1968年9月28日、限りで都営と西武が撤退。関東バスは小滝橋と東京駅の間を廃止して新宿駅に変更した。1948年10月1日付で、都営、関東乗り合いとの三社局共同運行として開設。 新橋と新宿の間は、都営バスの橋78系統、新宿と丸山の間は、関東バスの椎名町線と同じルートを取った。東京都交通局第1次再建計画により都電、第4次撤去と同時に廃止される予定だったが、調整が遅れ、20日後の1969年11月15日、限りで全車が撤退し廃止。1950年、都営、 関東乗り合いとの三社局共同運行で開設。都電第6次撤去と同時の1971年3月17日限りで、関東バスと西部が撤退して、都営単独の24系統に変更となった。2003年4月1日の練馬駅、北口ロータリー完成によって、豊か14を練馬駅へ延伸して新設した。レイ47の出入コ線だが、現在は、 戦火は戦連43系統によって行うため、設定されていない。1984年の光が丘団地戦開業と同時に新設された。2003年4月1日の練馬駅、北口ロータリー完成によって、連43へ統合を廃止された。元は、成増線と一体で、池袋と成増の間を結んでいたが、1970年代に廃止となった後、 練馬と池袋の間が、中井線の出入頃線として存続。しかし2008年2月15日限りで廃止された。最末期は、練馬発が7時、池袋発が20時過ぎに、それぞれ1便運行するだけだった。東京都交通局との共同運行により1959年3月1日付で、開設。1973年6月10日限りで、 西部が一旦撤退、都営の単独運行となる。1997年の都営地下鉄12号線の新宿延伸開業時に、新港62へ短縮され、2009年には、と、バス委託となった。2013年に、知事、猪瀬直樹の下で断行された、路線再編成により、都営が撤退することになって、西部が再参入、現在の新港線が誕生した。 都電杉並線の廃止代替として1964年に新設、関東バスと共同運行を行った。しかし、路線の大半が、栄岩地下鉄丸の内線及び、都 A バスの300系統と完全並行だったため、乗客が伸びず、1969年12月15日、限りで、両社とも撤退し廃止された。 小木14の石碑公園方の出入古路線で、上石碑への移管により一度廃止された後、現在は石22として運行している。2013年5月16日付で新設された路線で、北大泉和光市駅南口間は、上石碑営業所の大泉和光線と同一経路だが、光30では時間帯によって、和光市駅南口広沢間が、 和光市駅入口停留所経営となる便は設定されなかった。2016年3月31日限りで廃止。一部を除き、日産ディーゼル UD トラックスエンジンに富士重工製、または西日本車体工業製車体、近年は三菱不装製エンジン純正車体の車両が配属されている。音声機器はクラリオンからレゾナントシステムズ製に変更している。 中型車は、ノンステップバスが、上江草循環線、石地循環線、石地なります線、都田循環線のほぼ全便を担当するが、2018年、夏頃から、大型車による中型車の置き換えが始まると、これらの路線にも悪天工事や、土休日を中心に、大型車が充当されるようになった。大型車は、ノンステップ車が主に、光が丘団地線。 八原線、成り線、ワンステップ車が主に、尺寺よぎくぼ線をぎ1四で運行されている。CNG ノンステップ車は、八原線専用で、2007年2月には、練馬で、大型ワンステップ車としては、最初に投入されたキロリットル UA452 万が、高野台営業所へ転属したが、車両の補充はされていない。二千八年三月、実に三十年ぶりとなる。 日野自動車の大型車が導入された。高野台営業所の統合で、練馬営業所には在籍していなかった日産ディーゼルの富士重工業製 7E ボディのフルフラットノンステップ車の KCUA460 カムが転入してきて、運行についたが、約1年で排ガス規制の影響により、廃車された。転入時にレー42系統、連ンダカ系統等従来運行されなかった。 路線に運用についた記事が書籍に書かれていた。現在これらは除籍されている。同形式の西部バスの車両と関東バスの車両はディーゼル車であったのでスモークバスターの取り付けを行わないと使用できず12年経ったので地方に払い下げたりした。この日産ディーゼル富士重工 7E フルフラットノンステップバス KCUA460 カム導入時には 西武バス発の本格フルフラットノンステップバス導入記念として協商に依頼し、同社のオリジナル模型を限定作成し、西武バスの営業所で販売した。年田淳館とレンダカレーさんは、日のリエッセで運用されていたが廃車となったので、現在は日産ディーゼル西高の中型車スペースランナーが使用されている。2017年8月、西高の中型車の代替として、 イスズ自動車製の中型車、エルガミオが右体育仕様で導入された。在籍車のほとんどが日産ディーゼルスペースウィングで製造年次により、富士重工車体と西日本車体工業車体の車両が在籍している。2006年からはイスズ2代メガアラモが導入されている。金沢、ひみ、富山線は3列シート車29人乗り、高田、新潟、 長野線は4列シート車34人乗りが使用される。ガーラのうち3台は、大泉学園駅羽田空港、成田空港間の西部バス担当便新設に合わせて、所沢営業所から移籍している。4二人乗りは、石神井公園駅羽田空港線、深夜急行に兼用で使用されている。近年、車体更新や、新車導入の際に、従来のライオンズカラーから、 レジェンドブルー一式塗装に変更された車両も存在する。ありがとうございます。